2022年10月19日です。船橋市藤原に来てます。これは梨園ですね。今年も美味しい梨を提供していただいた、梨園が収穫を終えて生い茂ってるところです。また来年の春に花を咲かせ、そして、夏に美味しい梨をならしてくれると思います。ありがとうございました。そして、素敵な妖精フナッシーも産んでいただいた船橋の梨の駅の秋の様子です。